はい、それでは、セッター試験2017年数学 1A をやってみます。数学ちょっと久しぶりで、かつセンター試験なんで、このプレッシャーがありますね。で、1A を間違いなく選ばないといけないですね。で、第1問、2問が筆頭で、3、4、5から2問選択という、まあ、こういうあれですかね。1番は最初の方で、筆頭だから解いていくか。いや、でもこの問題間違えることもあるので、ざっと見よう。この 1A のいつものやつですよね。この辺。命題とかで。で、二次関数とかがあって。で、三角比系ですよね。この辺が選択ですか？あんで、そうや、この、統計というか、データの処理みたいなやつがちょっと、あんまり対策をしてないと面食らいますよね。できるかな。長いですね。で、確率か。あ、じゃあまだ、あそこ筆頭なのか。だから何を選択できるんだ、これ。都市によってほんと変わるんで。まあ、こんなのはもちろん受験生の方は事前にやっててくださいよ。こんな余計な時間浪費してる暇はないんで。でも私は見たことがないので、これ。だから確率と整数問題と平面幾何から2個やれってことですね。OK です。大体わかりましたんで、こんな無駄な時間を使わずにさっさと行きましょう。行きます。書けますかね。書けますね。よし。この時、いける。これはいける。単に2乗は展開したらいいから、いけるかな。x の2乗を足す2倍の 2ab に当たるやつやから、4か。x の2乗分の4だから、欲しいのはこれだから、イコール、で、ここの部分は9なんで13。13と。はい。ここまで階乗ですよね。ってことは、ルート13であると。さらに3乗足す3乗は、引くっていうのがよくわかんないな。これ3乗足す3乗の、あんまり解説してる暇はないね。ああ、わかった。わかりにくいな。これか。だから、いや、でも、A の3乗足す B の3乗は、A 足す B、括弧 A の2乗、引く AB？ え？こんなんやったっけ？ B の2乗かな。一応、検算とか、マイナス A2 乗 B で、ほんと、センター試験って、時間が、なんかあんまり私、処理が早くないので、ほんと苦手です、この試験っていうのが。これでいいですよね。だから、で、ここの順番が A の2乗足す B の2乗、マイナス AB やから、マイナス AB に当たるやつやから、AB に当たるやつなんで、2や、2。で、これを計算すると、x プラス x プラス2がルート13から、だからルート13かける、これが9引く2で7か。あ、だから7ルート13ね。はい。この辺は普通ですね。4乗足す4乗は、だから、この多分、x の2乗足す x の2乗分の4の2乗というのを考えたらいいわけですよね。この辺は本当に時間がかかるだけですよね。これっていうのは、x の4乗足す2倍のこれから8プラス x の4乗分の16ですよね。で、x の2乗足す x の2乗分の4っていうのが9なんで、ここが81イコール x の4乗足す x の4乗分の16プラス8ですね。だから欲しいのはこれを、8を引いてあげたらいいから、73ですね。はい、OK です。命題が P が x イコール1で、Q が x の2乗イコール1で、否定はバーで、だから P ならば Q とかを全部やっていったらいいですよね。Q は、だから Q が先か。Q ならば P。Q ならば P はダメですね。反例マイナス1ですね。で、P ならば Q は成り立ちますね。だから Q は P であるための、必要条件ですよね。必要条件のみ。必要条件だが十分条件じゃない。はい。P バーは、x ノットイコール1。で、9か。9は x の2乗イコール1。これ関係ないですね。x ノットイコール1でマイナス1ってなるから、これはなしやし、こっち側は、ノットイコール1とも限らないですね。
あれ、これ関係ないってやつかな。関係ないってやつ珍しいから怖いんですけどね。でも関係ないような気がする。P またはキューバー。P またはキューバーをまずはっきりさせる必要がありますね。X イコール1または X の2乗イコール1やから、P マッチャ、X の2乗、ま、なんかちゃんと書いた方がいいですね。X イコール1または、X の2乗ノットイコール1か。だからこれもっと簡単に言えるはずですよね。だから要は X ノットイコールマイナス1っていうのと同値ですよね、これって。マイナス1を排除してるだけですよね。または、そうですよね。そうですよね。だからこの前半は X ノットイコールマイナス1で9。これならば、9っていうのは、X2 乗イコール1か。これも関係なしか？ちょっと不安になってきたの。こう、成り立たないですね。こうならば、とも限らないですね。これも3番かな。はい。P バーかつ Q っていうのをはっきりさせる必要がありますね。P バーっていうのは、じゃあ間違えた。P じゃなくて、X ノットイコール1かつ Q、Q。X の2乗イコール1だから、これを多分簡単に言い方があるはずなんですよ。X ノットイコール1かつ X2 乗イコール1だから、要は X イコールマイナス1というのと同値ですね。それで Q っていうのは、Q っていうのは X の2乗イコール1だから、これまたどっちの矢印も成り立たないですよね。あ、な、いや、成り立つわ。危ない危ない。速度したらあかんね、これ。こっちの矢印はいけるよ。X イコールマイナス1ならこうやけど、こっちの矢印は右から左はいけるとは限らないですね。1の時もありますからね。だからこれは十分条件であれば必要条件ではない。ちょっとこの辺は怖いです。間違える確率は高いです。でもとにかく進みます。R っていうのは X 大なり0と。ああ、これまだ引っ張るんか、この。これめんどくさいな。時間がかかりそうやけど、行くか。行くか。いや、パスや。これ時間かかるからパス、パス、パス。この辺絶対もっと簡単にできるのがあるから、後で戻ろう。X の2乗を引く。頂点は、もう平方完成しろってやつはね、わかるんやけども、本当時間との勝負のみですよね、これ。3a2 乗足す 5a。 ちょっともう二重括弧とか書かないですよ。x の2乗マイナス2倍の、これこれこれ x。で、さっきに移すのは移しとこうか。18a の4乗プラス 30a の、もう、処理でしかないっすよね、これ。嫌です。本当。で、ここの、マイナスの、これの2乗か。マイナスの、ここのやつの2乗やから、マイナス 9a4 乗、マイナス 30a の3乗、引くことの 25a の2乗ってことですね。ってことなので、グラフの頂点は 3a2 乗足す 5a と、こっちが残るやつなんで、9a4 乗、a3 乗消えますね。形になってる。ちょっと安心できる。で、49と25やから、24。プラス 24a の2乗プラス16か。一応形は合ってるやろ。A が、あ、二段構えね。A が実数全体が動くとき、頂点の X 座標の最小値。X 座標の最小値が、要は 3a2 乗プラス 5a の最小値を知りたいわけですよね。だから今 FA イコール 3a2 乗足す 5a だから、で、イコール0とすると、まあイコール0とせんでもいいか。イコール a でくくろ。3a 足す5だから、だから0と、これってこうやったから、ああ、だから違う、これじゃないわ。頂点出さなあかん、最初やから。頂点か。ミスった。だから3の a の2乗足す 5a で平方完成か。3の a プラス2分の5の2乗か。ああ、そっか。ここ出さなあかんのか。ちょっとめんどくさいことになってまいりました。
4分の25、75、ああ形が合わない。なんでだろう。やばい、こんなとこで詰まるわけにいかへんねんけど。頂点の x 座標の最小値は 3a2 乗たす 5a というのは硬いんですけどね。ここまでは硬い。これの平方完成ミスったか？飛ばそう、飛ばそう。とにかく全部いかないといけないですからね。ここ筆頭ですね。余弦定理とか正弦定理とか系かな。ABC。大体のイメージが書けると嬉しいんですけどね。BC が長くて、ちょっと、とにかく書いてみよう。で、AB はそんな長くなくて、60度ぐらいか。60度ともうちょいか。あ、これ行き過ぎか。これぐらいですかね。こういうやつかな。こういう感じのやつ。60度で、B で、C で、A と。AC ね、余弦定理ね。どこに、ここで書けるかな。x の2乗イコール、こいつの2乗やから AB の2乗が、4-2ルート3やろ？足す、こいつの2乗が、4足す2ルート3。B の2乗イコール A の2乗足す C の2乗、マイナス2倍の、こいつやから、もう数字だけになるやつやな。3-1で2やね。マイナス2倍のこれ、コスやから、コス60度で2分の1ですね。だから、これイコール、2ルート3が消えて、ここでとりあえず8。8-2で6、ルート6ですかね。外接円の半径、サイン60度分のルート6イコール 2R ですよね。ルート6イコール 2R かけるサイン60度。で、ルート6イコール 2R かけサイン60度やから、2分のルート3ですね。2分のルート3やから、R イコールルート2。ルート2ですね。これとこれがマークと。で、サイン BAC は、ちょいとめんどくさいけど、正弦定理で言ったらいいのかな。サイン BAC をとりあえず y とすると、サイン BAC 分の BC、ルート3プラ1。ルート3プラ1イコール 2R になるやつやから、2ルート2と。だから、y イコール2ルート2分のルート3プラ1。だから、有理化すべしということであれなら、4分のルート6足すルート2。合うかな？合うね、形が。4分のルート6足すルート2。はい。で、AC 上に、点 D を ABD の面積が6分のルート2になるようになるとき、ABAD、適当に D を取れってね。で、この面積が2分の1、これ、サイン間の角ってやつだね。だから、ABAD をとりあえず Z と置くか。だから、2分の1、ABAD、ABAD、で、サイン BAC は、誘導に乗れてるね、うまく。かけ、サインなんちゃらかんたらってやつが、面積に、ABD の面積になるから、これですね。まあ、解けばいいだけですよね。全部にこれは、12をかけたらいいのかな？ 12 じゃないな。もう一回、一段階いこう。これ、ちょっと分数の処理に間違いそうや。8分の1、で、ルート6プラルート2の z イコール6分のルート2やから、24か。24倍して、3z かっこルート6プラルート2
イコール24倍、4ルート2。これでも Z イコールでいいよね。3のルート6プラルート2分の4ルート2で、あとはこれをきれいにすればなんとかなるはずやから、ルート6マイナスルート2をかけるから、ちょっと広いところでやらんと怖いですね。ちょっと一応ちゃんと書こう。これ怖い。ここはなんか間違い確率が高そう。ルート6マイナスルート2を分母分子にかける。4ルート2のルート6マイナスルート2で、これで3かける、6引く2で4分の4ルート2のルート6引くルート2やから、これとこれを消せばいいのか。やから3分のルート2は外した方がいいね。2ルート3引く2、こんな形で合ってる？3分の2ルート3引く2で形が合ってますね。で、AD は、だから AD を、もう Z まで使ってしまったな。だからまあ、A にしよう。AB の長さは出ようね。AB の長さはルート3引く1か。だから、ルート3引く1かけ A イコール、ABAD イコール先ほどのやつやね。今回三角比は素直に誘導になりましたね。ただこの計算が三角比というよりか、ほぼこれ計算問題ですよね。3のルート3マイナス1分の2ルート3引く2。これも2でくくっといてあげよう。2でかっこルート3引く1やんね。だから3分の2。3分の2でよしと。誘導に乗った。これ筆頭なのか。いけるかな。まあとにかくやってみよう。距離、空中車の通過、選手飛び出す距離から特線 DX が決まり、空中視線から得点は決まると。一応わかるよ。なんか難しそうやねこれ。得点 X 特線は及び速度と X が何、飛距離点が。なんか名前つけた方がいいっすよね。わかりやすいっすよね。違うわ。まあいいわ。速度から飛距離点と速度と姿勢点と、で、その姿勢点と飛距離点との相関をそれぞれプロットしてるってやつですね。OK。読み取れることは、これ、個々の点については読み取れないと思うけどね。X と V との相関。X と V か。V と X じゃなくて。まあ一緒か。V と X の相関は、X と Y との相関よりも大きい。X と Y の相関の方が強いので、これは却下。X と Y の間には正の相関がある。これはいいですね。はっきり正の相関がありますね。で、V が、この最大とかわからへんけどね。V が最大のやつ。でも読み取ったらわかんのか。V が最大のやつって言ったら90何本のやつで、 X は60手前やから、そんなことないねん。読み取ったらいいんや。落ち着けばいける。 V が最大が Y が最大。 V が最大のやつは94をちょっと超えたやつだけど、 Y も低いね。ダメっすね。で、 Y が最小のやつは X は最小じゃない。 Y と X にも話ですね。 Y が最小のジャンプは X は最小ではない。 Y が最小のジャンプはこれですよね。ちょっと濁ったけど。X の最初はこいつやから違うね。素直に読めばいいんですよ。違います。違いますか。合ってます。ただ読み取ればいいやっか。X が80以上は全て V93 以上。X が80以上はここで線を引くわけですね。全て V が93以上。このダメなやつがいますね。判例があるんで、却下。Y が50以上かつ V が94以上のジャンプがない。そういう右上領域みたいなみたいですね。Y55 以上を V が94以上。Y が55以上 V94 以上。ここですね。空白ですね。OK と。いけてます。得点 X は飛距離から次の計算式で、まあ一次関数ってことですよね、多分。
125が基準ってことか。あ、OKOK。この式はイメージできるからいいっすよ。あ、分散、これどうやってできて、じゃあ、X の分散が D の分散の、これどうやったかな。分散は、ちょっとこの辺しまったな。1.80かかってるやつやから、ちょっとこの辺って嘘やったな。しまったな。1.80の2乗倍？ああ、ちょっとこれ忘れたから飛ばします。で、58回のジャンプ29秒の2回ずつだったら、1回目の X プラス Y の、そして2回目の、一応大体わからんでもないですね。これ読み取れって。1回目がヒストグラムと2回目のヒストグラム。え、どっちがどっちなん？ A が、あ、いずれかであるか。あ、だから箱ひげ図、1回目、あ、これもいずれかか。ただしからか。1回目の X プラス Y の最小値が108.0であった。108.0ってことは、108.0。105は超えてますね。だから、こっちが1回目ですね。こっちが1回目で、こっちが2回目ってことですね。最小値が108.0というのがヒントですね。最小値が108.0。こっちですね。こっちが、あ、素直に A が1回目ってことですか？そういうことですよね。こっちが2ですね。100、こっち105切ってますもんね。1回目と2回目の振り分けはできましたよ。で、ああ、できるやん。1回目は AA ですよ。こいつ、これですね。で、図3から読み取れることをして正しいもん。図3はどっちかな？図3は箱ひげ図の方ですね。箱ひげ図の読み取りか。だいたいもう出題形式が落ち着いてきましたね。1回目の四分位範囲って、これ用語もちょっと忘れ気味やったな。四分位範囲って、太いところですけ。2回目のより大きい。1回目は2回目より大きい。2回目が15強。1回目は15弱。却下。1回目の X プラの中央値。1回目の中央値は、中央値はこの一番のここの線ですよね。1回目の中央値は2回目の中央値より大きい。合ってそうですね。1回目の X プラス Y の最大値。1回目の最大値は2回目の最大値より小さい。1回目の最大値はここですね。2回目の最大値よりか大きいから却下だ。えいと。で、1回目の最小値を2回目の最小値よりか小さい。1回目の最、これさっき確定するときみたいね。1回目の最小値を2回目の最小値よりか大きいので却下ですね。よし。選べてます。で、確率はここから選択できるけど、確率は絶対やりたい。個人的に好きなので。当たり2本、外れ2本で、戻さない系ね。あ、少なくとも一方が引くやから、まず A が引くっていうのが2分の1やろ。順番に引くやんね。で、次が A が、 A 外れかつ B 当たりやから、2分の1かけ残った3分の2、これを計算してあげたらいいので、6、2分の、あ、6分のでもそれか、6分の3と6分の2で6分の5。余事象で一応確認しよう。2人とも外れが引くが余事象だから、4分の2かけ3分の1が余事象で、6分の1で裏を取れてるね。よし。はい。で、2本の当たりくじを引く。ABC の3人で2本の当たりのくじを引く事象 E は、3つの廃反な事象をこれこれの和事象である。ちょっとわかりにくいね。3人で2本の当たりくじを引くってことは、ねえ、1本残すって考えた方がわかりやすいような気はせんでもないんやけど。3つの廃反な事象の和事象。よくわかんないです。あ、わかったわ。そういうことか。A、これか。A だけが外れくじと B だけが外れくじと C だけが外れくじを引くやんね。A だけが外れ、A がだけが外れくじを引くと B と C が自動的に当たりやもんね。そういうことね。OK です。
そのアディションの確率は、だからこれをそれぞれ求めてこの3つを足していったらいいんかな。 A だけがハズレを引く。A、まあ素直に求めよう。 A だけがハズレを引くは、 A がハズレを引く、 B は当たり、 C も当たりということで、約分は一応しとくか。6分の1。B だけが外れっていうのも一緒かな。一応でも順番が違うからちゃんとやろう。A が当たりを引いて、B は外れを引いて、で、C は当たりを引くから、これも6分の1やんね。多分直感的にこれ一緒になるはずやけどな。C だけが外れか。これがちょっと計算式が変わるね。A が当たり、C も当たり、で、2分の2やもんね。やから、6分の1、6分の3で、2分の1と。はい。E1 が起こった時の事象 E の起こる条件付け確率は処理を誤らないようにしましょうね。ちょっと、と言いつつ、ちょっと自分で今、久しぶりなんで戸惑ってますけど、E1 が起こった時に、事象 E が起こる条件付き確率か。E1 が起こるのが6分の5ですよね。あ、違う。マジか。ちょっと、忘れてる。やばいな。頭が回ってないですね。E1 が起こったと分かったときに、E1 が起こったときの事象 E の起こる確率。あ、だから E1 が起こって、E そのものの起こる確率は2分の1やんね。確か、こういうやつだったっけ？ E そのものが起こる確率分の、その、PAB ってやつやね。E1 かつ、これが起こる確率？ E1 が起こる確率は、これかけ2分の1かな？少なくとも一方の当たりの副次を引くのが6分の5で、その後 C さんが引いたら、当たりを引いたらいいわけですね。だからそこから2分の1なんで、12分の5。ちょっと自信がないっすね。だから、かけ10にしたら、6分の 5？ 6 分の5かな。それでよかったかな。ちょっと自信はないです。で、次に行こう。BC の少なくとも一方が当たりくじを引くのは、BC の少なくとも一方が当たりを引く。ってことは、どう着目したらいいんだろう。これ新傾向ですね。なんかあんまり見たことない系ですね。工夫してますよね。BC の少なくとも一方が当たり引くで、A は外れかもしれんし、当たりかもしれないですね。和事象なのか。これ和事象になるのかな。A が外れだと、BC 両方当たりかもしれへんもんね。A だけが外れってことは、BC 当たりやんね。はい？これはまらなくないっすか？ B が外れを引くと、これ和事象になるの？ 3 つの排反なものに。C だけが外れを引くってことは AB 当たりですよね。あ、これいけてるやん。C だけが外れは、C だけが外れってことは AB 当たりやから、これいけてるね。B だけが外れっていうのもいけてんね。B だけが外れってことは AC が当たりやからね。これでも、いっちゃってるんじゃないっすか？だからこういう選び方じゃダメってことっすね。これだと2個でいっちゃうんやけどね。2個でいっちゃったらダメよね。なんで3つなんやろ。2個でこの3号で終わりと思うんだけど。A だけが外れっていうのはダメですよね。BC 両方当たっちゃうからね。これダメっすよ。なんで3つなんやろ。A が外れのくじを引くっていうのは BC はわからないからね。BC 両方当たりかもしれへんよ。3号だけやと思うんだけどな。なんでだろう。意味がわかんない。から飛ばすか。
その辞書。ちょっとめんどくさそうなんで飛ばしましょう。整数問題ができそうかな。整数問題はできそうだから、平面幾何はちょっと怖いので、こっちを行こう。3桁のこれが4で割り切れるのは、これはいけるぞ、自信があるぞ。100が4で割り切れるから、100の位は関係ないんよ。だから 7a っていうのが4で割り切れたらいいから、そういうやつって言ったら、72が最高かな。2と76かな。そうですね。で、千の位が7、100の位が B5 で C、7B5C ね。はい。4でも9でも割り切れるね。いけるぞ。これはいけるぞ。まずさっきの1番のノリでいくと、4で割り切れるかどうかの判定は、下2桁が4の倍数だったらいいので、C イコール50何本のやつやったら、52が4で割り切れんで、2と6がやっぱり同じく。そうですね。で、で、9で割り切れるかどうかは、各桁の数を足していって9の倍数になるかなんで、ちゃんと倍分けしよう。C イコール2の時と、C イコール2だったら、2と5と7を足すと、14で B を足して9の倍数になるためには B イコール4のみかな。4のみですね。B イコール4やったら18になってくるよね。で、E で C イコール6の時だと、6、5、7で、18になってくれるから、 B イコール09と2個あるわけですね。0排除されてないですね。別にこれ間の桁ですからね。0でも9でも良いわけですね。ってことで全部で3個ですね。はい。で、最小になるのはっていうと、そら最小だから B の方が桁が大きいから、 B をまず最小にすべきなんで、 B が0にすべきですね。で、 B を0にするためには C イコール6じゃないとダメですね。で、最大になるためには B を大きくすればいいから、 B を4にすればよくて、 C が自動的に2と。これが、6×n の2乗となる BC。これ誘導に乗れってことやね。だから 6×n の2乗ってことは、6の倍数の2乗なんで、つまり36の倍数になるので、まあ一応計算しておこうか。36n2 乗になるので、だから4の倍数でも9の倍数でもあるから、さっきの求めた3通りの BC やね。もう全部網羅やってもいいんやけどな。網羅じゃダメか。9の倍数かつ4の倍数でなる、この3つのうちなんで2個ダメなんやろ。そっか、 n のところにここが残りが2乗になるよって、これ3つやるのみやって、やるべしや。3つしかないからやろう。だからまず最大になるのが7452、7452÷36ってやって、残ったやつが2乗数になってくれたら嬉しいね。272が25、0、2。割り切れるはずやね。なんで割り切れへんねやろ。9、8、7か。1、6、4、7か。6、7、4、12、3、7、2、あ、207っていうのは見覚えないね。207って2乗数か？3でやって、サブ6、18、9、3で割って、3、2が6。これダメですね。これだからダメやね。外れ引いてもうた。最初のやついこうか。7056÷36 は136で5、4で3かな。で、9いけるやろ。6、50、4、3、9、27。え？ 6、50、4やろ。3、9、27で32か。6で1で2。6かな。6、これいけるんちゃう。6636サブ68216で196ってなんか見覚えがあるんよね。2で2、9、18、2、8、16、2で
西が、あ、これやん、77で、だから N イコール14。で、0で7056ってやつやね。7056を試してみた、当たりを引いたと。OK です。もう確かめない。時間がかかるので。1188の1000の X 残すね。うん。これはいけると思う。T2 まではいけるな。T2 の手前まではいける。単にこうね、素因数分解すればいいだけなんで、2、5、10、2、9、18、2、4が8。2、2人が4、2、9、18、2、7、2、7、10、4。3、3、9、27、3、9、27。3、33、3、11。1188イコール2の2乗、3の3乗、11。だから、この個数は2のほにゃらら乗、3のほにゃらら乗、11のほにゃらら乗で、だからここは0、1、2の3通りかけ4通りかけ2通りなんで、24、24個と。はい。2の倍数。2の倍数ってことは、ここが1個は終わらなあかんね。1終わ2。ここは0から3。ここは0から1やから、2かけ4かけ2の16通り。16個。16個と。4の倍数ってことは、ここが2の2乗はもう全部使わなダメやから、1かけ4かけ2で8個。はい。これの積を2進法で表すと、ちょっとこれ時間かかりそうなんでパスか。あんで一応最後まで行ったのか。20分で飛ばしたところをどうにか埋めるということですね。うん。この辺の最初は多分埋めれてると思われ。埋めれてると思われ。ここが若干時間かかるけど、時間さえかけたらできそうなんでやろうか。P かつ Q ならば、P かつ Q っていうのをまずやる必要がありますね。P かつ Q、X イコール1かつ Q の方が広いよね。P の方が狭いので、P かつ Q はもう事実上 P やん。P やん。これ PQ のまま処理した方がいいのかな。まあいいや。P かつ Q、真偽やんね。だから真偽をもうやっていったらいいやん。だからこれ P ならば R。P ならば R やから、要は、X イコール1ならば、X 大なり0。丸。丸丸丸。これ丸です。で、Q ならば R。Q ならば R は、あ、そんな時間かからへんよ、これ。Q やったらマイナス1のとこもあるから、これ、偽。Q バーならば P バー。R が関係ないですね。Q バーならば P バーは明らか対偶で処理するってやつだね。対偶を取ると P ならば Q の真偽を判定すればいいんで、P ならば Q、丸。ということで、よし。丸×丸。真偽真。真偽真。真偽真の2番と。よし。埋めたぞ。で、ここでなんで間違ったかやね。GX イコール X 引く、括弧 3A 足す 5A、3A2 乗足す 5A。ほにゃららの2乗やろ。だから、で、X 座標は 3A2 乗プラス 5A やろ。だからこれを FA と置いて、これが最小となるときですよね。要は頂点ですよね。だから3でくくって、あ、わかった。アホや。アホや。でも見直すっていいことですね、ほんと。アホや。こうや。3分の5や。ここの3でくくってるのに5のところそのままちょっと。アホすぎや。だからここが2分の5じゃなくて、かけ2、6分の5やから、ここが変わるな。6分の5の2乗やから、36を3で割って、12分の25か。あ、よかった、ほんと。形が合ってなくて、ほんとこれはラッキーや。ミスに気づいた。で、次に t イコール a の2乗を解くと、頂点の y 座標は、そのままやね、さっきのやつやんね。だから t の範囲は先にやっといた方がいいね。t の範囲は大なりイコール0というのを、これをちょっと強く思い浮かぶ、あんたミスするやつや。a が実質全体が動くとき、頂点の y 座標の最小値は、だから t 大なりイコール0の範囲で、こいつのターチー2定等のやつをやったりね。FGHHT イコール QT の2乗プラス 24T プラ16で、
これの最小ですよね。まあ、平方完成でいこうか。9の t の2乗プラス9分の24、3分の 8t プラ16イコール、一瞬微分かなと思ったけど、まあ、平方完成で素直にいきましょう。3分の4の2乗、t の2乗足す3分の 8t プラ、プラ16の引くことの、引くこと、あれ？引く16かな、これ。引く16っすね。よしよし。ってことは、9のカッコ t プラス3分の4の2乗なんで、最小値は、これがイメージ図で書くとちょっとゆとりが出てきた。こういう感じか。こういうやつね。0ね。ここがマイナス3分の4ですからね。あ、イメージ図雑すぎや。だから t イコール0が最小ですよ。ってことは、16。どうでしょう。いけてそうですね。よし、だいぶ2周目で埋めれてるな。三角比は全部乗り切った。これが1個飛ばしたような気があるんよね。ああ、分散とかですか。ここやるしかないのか。まあやってみようか。分散だから、その値引く平均を2乗していって全部足していくやつだね。原理的に考えたら見えるってこれ。だから分散、x の分散で d の分散が、もうちょっと本当数学的に証明したいんですけどね。分散は同じかな？ 1 倍？ ちょっと怖いねんけどな、怖いな、これ。分散は、違うな、1倍じゃないような気がするな。15分か。確率先行こうか。確率の方が先行った方がいいですね。ここの方が、そうっすね。整数問題どっちかな。整数問題とか、確率やね。確率何問か飛ばしてるから、確率行こう。B、C の少なくとも一方が当たりやから、 A は当たりでも外れでもいいんですよね、ぶっちゃけ。3つの排反の事象の和事象。無理クソやるか？違うな、無理クソできへんよな。3つの和事象。さっきの場合は A だけ外れってことは BC 当たりかね。さっきは3つの和事象は素直にいけるけど、これなんかすごくひねくれてるんじゃん。1個はもう空集合みたいなやつ選んで、3と5であと空集合選ぶってやつ、もしかして。そんなひどいことやる？ B だけが外れってことは AC 当たりやからね。もう3と5で言い尽くせてるんやけれども、これをあと空集合みたいな混ぜるってか。でも空集合に当たるやつはないっすよね。B が外れ。B が外れ。C も外れかもしれへんもんね。先に確率でも求めようか。確率を求めると、BC が少なくとも一方当たり。普通に引くならもう場合分けでいきたいんやけどな。BC の少なくとも一方当たりを引く。だから、普通にやろう。A が当たりの時ですね。A が当たりの時は、A が4分の2で当たりを引いて、てかこれ、はい、なんか余事象で言った方がいいような気がするな。まあいいわ。A が当たり、B が当たり、C が外れ。イコール、さっきやったやつね、これ。6分の1。そっか。なんか分かってきたかも。まあいいか。A が当たり、A が当たり、B が外れ、C が当たり。これも6分の1なんだよね。で、パターン2で A が外れも、これも同じっぽいんやけどな。A が外れの時は、A が外れを引く、B が当たり、A が外れ、B が当たり、C が外れやから、6分の1。A が外れ、B が外れ、C は当たりやから、6分の1で、6分の1が4つやから、
6分の4で3分の2と。そうですね。C の少なくとも一方が当たり。ちょっとなんか台に乗れてないけども、解けるとこは解く。台に乗れてないから時間が浪費してるよな。AC の少なくとも一方が当たり。だからこうやって、なんかもうちょっとうまく場合分けした方がいいよな。あかん、時間が足りひんな。ここまではなんとかやっときたい。 AC の少なくとも一方が当たり、 A が当たり、だからいや、これは余事象でいこうか。 A と C が両方外れる確率って引こうか。考えよう。 A が外れを引くで、 B が外れ引いてあかんね。 B は当たりを引かなあかんね。で、 C が外れや。これが求めるやつの余事象と思われや。だから6分の5やね。で、あとはだからこの辺は山間で選ぶしかない。次できるのはこれか。二進法で表すのが、二進法が2が何個おるかって考えたらいいんやね。二進法の0の数ってことは。だから4の倍数のやつが8個やから、2がまず16個あるやろ。で、4の倍数ではないけれども2の倍数というやつが残り8個おるから、これが8個おると思うね。だから全部で2は16足す8の24個おるから、24個並ぶと思われるんです。ということでどうでしょうかね。OK。いけた。あとは解けてないとこがいくつか。分散の方がまだ考えると余地がある。こっちの方、分散違うのやろ。X と Y の相関係数はからかいこうか。D と Y の相関係数は補正してるはずやから、これ1やと思うわ。これこそ。相関係数は単位に依存しない。分散は単位に依存するよね。これ1.8倍したら、全部1.8倍でいいのかな？ 1.8 の2乗とかいうのが欲しいんやけど、1.8の2乗ってある？ 1.8 の2乗って一応やってみよう。864、81、814、そんなんないっすよね。3.24とかないっすよね。あるわ。あるわ。あるんかい。なんかそれを選びたくすごく誘惑に駆られるんですけどね。もう残り時間あんまないっすからね。X と Y の共分散は D と Y の共分散は、これなんか似たような問題、去年も似たような問題でしたっけ？去年はしっかり復習しとけばよかった。共分散は1個分だけかかるような気がすっごいするんですよね。共分散は1.80かな。ちょっと自信はないですが埋めます。あとだから埋めれてないのは確率のみね。一応全部埋めれてるか、もう一回見よう。マークミスも考慮しつつ全部塗ってるかね。まあもうこれ塗らないですけど、ちゃんと全部埋めてますね。埋めて、形があって埋めてますね。ちょっと自信がないところはいくらかあるんですけども、埋めるのは埋めれてますね。埋めれていますね。埋まっていますね。埋まってはいます。埋まってはいます。3つ選んでますね。埋まってますね。埋めれてはいる。だからここは埋めれてはいる。で、ここも埋めれて、ここか。あとこの2箇所が埋まれてないんですよね。P1、P2。E2 が起こった時の E2 っていうのは何やったっけ？ E2 っていうのは？E2 ってどこにありましたっけ？ E2 が起こった時の E3 が起こった時に所有の代償関係は E2 を知りたいですね。E1 は、事象 E2、これか。E2 は3分の2？ E1、だからこれ出した方がいいのか。E2、P2 か条件付き確率が、から、
2分の1分のさっきと同じことやればいいよね。この3分の2の時に、事象 E っていうのは何でしたっけね。 E が、3人で2本の当たりを引くってやつか。から、これで、A が、だから6、3分の1やと思われないよね。ちょっとだけ自信がないんですが、こう？ちょっと数値が違いますね。E1 の方が、P1 の方が大なりですね、今の。P1 大なり P2 ですね。P3 ってどこや？事象 E3 が見当たらへんねんけどな。あ、これか。AC の少なくとも一方が当たりくじを引く。AC の少なくとも一方が当たりくじを引いて、かつ B がどうやったかって話やんな。もうちょっと厳しくなってまいりました。この時に B が当たりを引いてるやつか。B が当たりを引いてるやつ。B、違うわ。もうそんな、AB 当たりで C 外れですか。AB 当たりで C 外れ。AB 当たりで C 外れは、これ全部6分の1か、何やっても。AB 当たりで C 外れ。わからなくなってきた。ちょっと時間がないですね。自信がないですね。確率のやつが解けないのは珍しいですけどね、自分的には。平面機関に行っとけばよかったかな。まあ、今から手遅れやから、ともかくマークをする。もう一粘りするか。A 当たり、B 外れ、C とかいろいろありますもんね。そこで B が当たってるとか微妙ですもんね。A 当たり、B 当たりと、B 当たり、C 当たりを今やったりね。A 当たり、B 当たりと、A 外れ、B 当たり、C 当たりもやっぱ6分の1だよね。だからやっぱこれ12分の1に見えるな。ってことは10、あ、違う違う、12分の1じゃないな。ああ、わからんようになってきたね。ちょっと条件付き確率が混乱してきました。だから2人が引くのは2分の1で、その時に、なんかとイコールっぽいんやけどな、これ。だから P1 大なり P2 になってるやつをまず選んでいこう。P1 大なり P2 になってるやつね。2択か。これかな？もう直感です。で、最後は、3つの排反。A だけが、A が外れ口。排反じゃないよな、これ。少なくとも一方は、あ、そっか、和事象やから、3と5やったらやっぱ2個でいっちゃうから、 A が外れってことは BC あたり、やっぱ分かんないな、これが。 BC あたり、じゃあ BC、 1番が BC あたり、 BC あたり、こういうことか。BC あたりと、これか。124と選んだらなんか綺麗にはまる感じがしますね。なんかはめ方としてこうか。もう最後の方はほぼ直感的ですけど、一応埋めて、もうあと提出ですね。こうマーク塗る時間合わせたらこんなもんだと思うので、
これで提出します。不十分のあたりは答え合わせをまた後でしたいと思います。お疲れ様でした。